皆さんこんにちは。今回は間違い探しです。左右の絵で一箇所の違うところを20秒以内で探してください。それでは早速始めましょう。1問目です。アヒルの幼稚園のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はカバンの留め部分がポケットの中に入っていましたね。2問目です。風鈴のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はここが変わっていました。風に揺れて綺麗な音が出る風鈴、涼しさを感じさせますね。3問目です。リモートワークのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はイヤホンの大きさが変わっていましたよ。さあどんどん行きましょう。4問目です。楽器を演奏しているイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はひよこの足が変わっていました。5問目です。水やりのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は尻尾の色が変わっていましたよ。間違い探しは一度にたくさんの情報を視界に入れるので、空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。6問目です。赤ずきんちゃんのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は狼の牙が大きくなっていました。7問目です。かき氷を食べるイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は容器に入っているシロップの量が変わっていました。8問目です。目覚まし時計のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。
正解は、ここのベルが長くなっていました。目覚ましをかけていてもつい二度寝しちゃうことってありませんか？2問目です。カタツムリの結婚式のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は、殻の渦が変わっていましたよ。10問目です。リフォームのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は、ペンキ缶の持ち手部分がなくなっていました。11問目です。おにぎりを食べているイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は、結んでいる紙が見えなくなっていましたね。外で食べるおにぎりは一段と美味しいですね。12問目です。猫の親子のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は、クッションが変わっていました。13問目です。工事をする象のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は、ヘルメットのベルトがなくなっていました。14問目です。魔法使いの道具のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は、本の星の色が変わっていましたよ。15問目です。生け花のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は、前髪が変わっていました。お花が素敵に生けられるセンスが欲しいです。最後におまけ問題です。違うところを1箇所探してください。終了です。答えが分かった方はコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。
最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ぜひ活用してくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。